べるのは間違っているだろうか。バトルクロニクル。ようこそいらっしゃいました。やりましたね。やりましたね。こんなもんか。嫌いじゃねえ。こんなもんか。9大点ね。9大点ね。ようこそ迷宮都市オラリオへ。ギッッ。気をつけてくださいね。冒険者は冒険しちゃいけない。しっかり守って。
そろ行こうか。みんなで行けば問題ないさ。行こうか。みんなで行けば問題ないさ。守ってあげるよ。ここだね。みんなで行けば問題ないさ。ここだね。やらせてもらう。行こうか。
みんなで行けば問題ないさ。どんなものかな。ここだね。力を。冷静になるのよ。連投参ります。捉えた。みんなで行けば問題ないさ。あのバサカ。そうよ、本当に来たんだわ。ネイルストラの歌姫が。過激の国のビッグスター、まさかオラリオに来てくれる日が来るなんて。はあ、どこに行っても同じ声、つまらない台本をなぞるだけ。オラリオでさえ人夫の極み。この私とあなたが来訪するんだもん、これくらいは当然よ。はあ、みんなが見たいのはこの私。あんたはおまけ、自覚して。最強無敵の美を司る私あたり、なんて口聞いてんのよ、このクソジャリー。だけどいいわ、見逃してあげる。けれどもし舞台の上で私の顔に泥を塗ったら、しばき倒すからね。誰に物を言ってるの。
私はハレモニア、唯一無二の輝き、絶対無敵のトップスターよ。僕、シアターになんて初めて来ました。すごい豪華だし、ファミリアの人たちがたくさんいますね。ええ、あちらには竹見和地様、それにミヤハ様まで。向こうにはヘファイストス様もいるな。オラリオ中の神と冒険者が来てるのか。ああ、幾度も噂を耳にした歌姫、ハルモニア様の舞台を目にできる日が来ようとは。春姫は楽しみで楽しみで、昨晩などろくに眠れず、今日という日を迎えてしまいました。うわ。僕もです。なかなか寝られなくて、今日の演目の英雄譚頭から読み返しちゃって。まったく、お二人とも筋金入りの英雄譚オタクなんですから。こんな機会めったにないんだ。サポーター君もたっぷり楽しんだ方が。ベル、イエー、バレン何がし君。そんな気もしてたけど、やっぱり君も現れるのか。アイズさんたちも招待を受けたんですよね。あれ、でも他の皆さんは。みんなはクエストで。あ、始まるみたいですね。暗がりの舞台は夜空のごとく、そこできらめくはえりすぐりの我が子供たち。どうか今から繰り広げられる星々の瞬きをお見逃しなきよう。退屈などさせはしないと、この美の神アフロディーテが約束するわ。話には聞いてたけど、これ本当にアフロディーテの劇団なのか。売り込みと宣伝も兼ねた無料公演という話ですが、太っ腹ですね。神の口上なんて聞き飽きたでしょ。だからねえ、かっぽじって楽しみまくりなさい。至高の舞台を。私なりのお出迎えのポーズなのですが。この後はやりましたね。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 こう、すごいです。今日はどうしようかな。
ト、バイト。バイトさん。今日もベル君は可愛いな。これ、僕にくれるのかい？ありがとうね。いやー、ナイスなプレゼントだね。グッジョブだよ。いやー、ナイスなプレゼントだね。グッジョブだよ。やあやあ、今日も元気に行こうじゃないか。バイト、これ、僕にくれるのかい？ありがとうね。もうベル君は可愛いな。やあやあ、今日も元気に行こうじゃないか。バイトバイトバイト。うわー、バイト三昧だよ。強くなれたかな。うん、いいね。
武器の調整は任せなさい。行こうか。みんなで行けば問題ないさ。させてもらう。なんでここにいるんですか。逃げてくださいって言ったのに、どうして。本当にしょうがない子だな君は。僕が君を置いて逃げ出せるわけないじゃないか。僕を守りたいだって。ならその言葉そっくり君に返してあげるよ。それに約束してくれただろ。お願いだから僕を一人にしないでおくれ。
でもこのままじゃ二人とも諦めるのは早いぜ。失礼します。神様すまないベルク、僕はこんな状況なのに心から幸せを感じてしまっている。何言ってるんですか神様。あいつは神様を追ってます。だったら考えを変えよう。君があのモンスターを倒すんだ。ここでステータスを更新する。君の力をあのモンスターにぶつけてやれ。無理です。少しくらい強くなったところで僕の攻撃じゃ、それね、僕じゃあいつを。ヘル君、いつから君はそんな卑屈なやつになったんだい。だってそうだろ、バレンナニガシとかいう化け物みたいな女を目標にしている。あんなモンスターちょちょいのちょいさ。神様、やっと渡せるよ。これは君の、いや僕らの武器だ。名付けてヘッ、僕が君を勝たせてやる。信じてくれないか。大丈夫だ、ベル君。もう一度言うよ。僕が君を勝たせてみせる。はい。信じてくれるね。はい。よし、行こう。しないようにしなきゃ。本日のダンジョン探索ですか？そろそろ行こうか。みんなで行けば問題ないさ。
手強いね。いい勝利だった。すごい騒ぎになっちゃいましたね。はあ、そうだね。コミ様、ベル君、本当によく頑張った。神様ヘスティアには悪いことをしたかしら。また遊びましょう、ベル。いかがです？女神様のご様子は？疲れが出て眠っているだけみたいです。お騒がせしました。ベッドまで貸してもらっちゃって。困った時はお互い様です。宮お母さんにも許可は取ってますので。ゆく、それに元はといえば、私がお財布を忘れたせいでごめんなさい。いえ、シルさんのせいじゃ。そうそう、町の皆さんが言ってましたよ。モンスターと戦ってるベルさんは勇敢だったって。いや、そんな、逃げ回ってただけですし。そんなことありません。実は私も少しお見かけして見惚れちゃいました。お店の手伝いしてきます。また後で、ベルさん。からかわれたのかな。ベル君。神様。びっくりしましたよ。いきなり倒れちゃったから。いや、さすがに疲れが出たらしいね。シルさんたちに聞いたんですが、あのシルバーバック以外のモンスターも全部、アイズ・バレンシュタインさんも活躍した。へえ、そうかい。ところで神様、あのヘファイストスさ、知ってたよ。君がヘファイストスの店の窓に君の欲しがっていたものとは違うかもしれないけど、僕見ているだけは嫌だったんだ。でもお金は。ヘファイストスファミリアの武器はすごく高くて。話はつけてきた。強くなりたいんだろ。これくらいのおせっかいはさせてくれよ。誰よりも何よりも僕は君の力になりたいんだよ。だって僕は君のことが。神様。いつだって頼ってくれよ。僕は君の神様なんだから。何してやがる。早くしろ。ちんたらしやがって。脳なしのサポーター風情が。ろくに仕事もこなせねえ足手まといにくれてやる金なんざねえぞ。ま、
モンスターに囲まれたらおとりくらいにはしてやるからな。7階層！君はこの前の5階層で死にかけたばっかりなのに、なんで7階層まで降りてるの？迂闊にも程があるよ。でも僕あれから結構成長して、ステータスがいくつか E まで上がったんですよ。はぁ、あ、E？ くそ、力と耐久力がいい。ベル君の言う通り、この短期間でステータスが急成長した。私じゃ読めないところもあるけど、アビリティは本物だし。じゃあ僕これからも7階層で探索して大丈夫ですよね？確かにこのステータスなら7階層進出を許可しないわけにはいかない。そうなるとベル君、明日予定空いてるかな？お？行こうか。みんなで行けば問題ないさ。ここだね。冒険し、そろそろ行こうか。みんなで行けば問題ないさ。今日はどこに行くんですか？バベル？そう、ヘファイストスファミリアのお店だよ。そんな僕、ヘファイストスファミリアで買い物できるような大金持ってないですよ。いいから行くよ。男の子なんだからグズグズ言わない。イナさん、知りませんでした。
バベルにこんな店があったなんて。お目当ては上の階なんだけど、ここもヘファイストスファミリアのお店だから。はい、到着。ベル君はヘファイストスファミリアみたいな高級ブランド、自分には縁がないものと思ってるでしょ。はい、実はそうでもないんだな。あれそんなに高くない。驚いた。ここにあるのは新米の鍛冶師の作品だからね。安くても実際に売られて評価を受けることが駆け出しの彼らにはプラスになるの。中には掘り出し物もあったりするんだよ。さあ行こう。ベルフクロッツォ9900バリス。手持ちほぼ全部。でも、ああ、いたいた、ベル君。私、僕これにします。はあ、ベル君ってほんと軽装が好きなんだね。すいません。いいよ、ベル君が使うんだもんね。君がこれって決めたんならそれ。ありがとうございます。で、明日もダンジョンに行くの？はい。できればパーティーも組んでほしいんだけどね。せめてサポーターを雇うとか。サポーターですか？うん、何かと効率も上がると思うよ。ちょっと考えてみます。今日はありがとうございました、ベル君。はい、これ。え、私からのプレゼント、ちゃんと使ってあげてね。そんなもらえません。もらってほしいな。私じゃなくて、本当にさ、冒険者はいつ死んじゃうかわからないんだ。戻ってこなかった冒険者をたくさん知ってる。いなくならないでほしいな、ベル君には。これじゃあやっぱり私のためかな。それに、頑張ってる君を見て力になってあげたいなって思ったんだよ。ダメ？ありがとうございます。ちょっといたしまして。冒険者は、行こうか。みんなで行けば問題ないさ。ここだね。
やらせてもらう。やいい勝利だった。本日のご予定はこちらになります。やりましたね。のお話に付き合わされちゃった。強く慣れたかな。うん、いいね。Thank you.
何か困ってることがあるのか？魔剣すら超える武器が欲しいだろ。何か困ってることがあるのか？ヘスティアファミリアだ。なあ、さすが団長。注文はいかがいたしますか？雑魚は雑魚同士。ご用ですか？あら、私に何か用？